中野武明中野武明から1898年5月11日は、幕末の佐賀藩士、明治の外交官、大倉官僚、陽名、郷太郎。佐賀藩士、中野中太夫の次男として生まれる。維新後に新政府に出資し、明治2年8月、大学校中女教研中寮長に就任。大学大寮長を経て、同年9月に外務省進むとなる。 以後、神奈川県第三次、司法省判事、外務県大、進む、司法県中判事などを歴任。明治4年11月、岩倉施設団に随行し、欧米に使わされた。1873年8月に帰国し、同年11月、外務一等書記官として、フランス公使館在勤を命ぜられる。1878年7月に帰国。 1879年1月、外務検大書記館、更新局副長に就任。更新局長心得を経て、1880年3月、オランダ公使館在勤となり、1882年5月に帰国した。1882年6月、大倉省に展示大倉大書記官に就任。以後、関税局長、一等取税官、第一部長、関税局長。 主税局長などを歴任した。1890年1月、長崎県知事に就任し、1893年1月、神奈川県知事に転任、1898年5月、現職で死去した。去年55、官報第1976号、除任及び、事例1890年2月3日、官報第百九十一号、除任及び、 事例1895年2月21日、漢方第百3 2 4号、除人及び、事例1887年11月26日、漢方第百9 3 2号、除人及び、事例1889年12月5日、参考文献、幕末維新人名事典699ページ、ありがとうございます。